予想外だ。こういうのは気流に期待してたんだよな。どうすりゃいいんだ。
さあ行くぜ。メーカー早く来いや。何とかやっか。もらった。うっは。お、ドドンゴドドンゴドドンゴド。うーらら。ほら、完全復活だ。全力でいくよ。ふん。覚悟。一息つきましょう。ちょっと休憩。同じで。俺の番だな。よし。よっと。ぶちかます。腰抜け野郎だ。受けてみろ。これが俺の真骨頂よ。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。大人の渋みが出てきたぜ。もう一遍だけ言うぞ。キリュウさんはどこにいる？知らねえっつったらどうする。なあ。俺が力ずくで聞き出しますよ。病富澤。これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんてとうの昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか。トミー、やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない、本気なら今からでも遅くないですよ。そん時は応援してくれ。入るよ。お客が来た。大きな声出すな。寝返しといてやれ。あんたら、キリュウさんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ
こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。ああ、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。病あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできりゃ、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心して。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が真の支配者で、ラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富沢の件にしろ、桐生の件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血眼になって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの剣からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。キリュウが目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃ、お前らとはこれっきりだ。ああ病、最後に一つ言わせてくれ。ああ、桐生さんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取っとって何の看板にもなりゃしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前いたぞ、あのガキだ。捕まえろ、絶対に逃がすな。よせ、おいよせ。
丈夫です。ここは安全ですから。春日。何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。桐生さんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなこと。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、桐生さん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニーや茜さんを救うことですか？あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。な私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って、今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ、茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥。キリュウさんにとって娘同然の存在です。100億の少女と呼ばれ、大人たちの欲望に翻弄され続けた。桐生さんが守っていなかったら、きっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。桐生さん、しばらく休養してください。難波も帰国に付き添うと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、キリュウさん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったが、俺は任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしれない。怖がる？桐生さんがですか？ああ、自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。わかった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。みんな、はい。
1番。Kiryu sounds in good hands, Ichiban. As for you, you've been through a lot today, yeah? How to rest yourself? Finally rescued Kiryu. Now I just rest. Rest. I guess I got enough footage for now as well. Maybe I'll just chat with these guys. Bits and then I'll stop. That was rough, wasn't it, Kasuga-san? Regardless, you did great. I can't believe you rescued Kiryu-san so quickly. Really, I know only I can do so much, but I'll help you look for Akane-san and Lani as best I can. Kiryu-san leaving is probably gonna take some getting used to. We'll have to work even harder from here on out. It's gonna suck. Kazuma Kiryu risked everything he had to stop Yamai. He's just another person I owed my life to, and for that I'm grateful. I'll be sure to repay him. Though I can't do much right now, once I've regained control, I'll get him the very best doctor there is. Well, sounds good. Let's see. Oops. Talked to the wrong guy. Sounds like everything's settled. Wanna call it a day? Although, if you're going somewhere, I'll tag along. We've got a new party member now that Adachi-san's here. Adachi-san and... Oh no, I forgot. Nanba. Nanba will look out for Kiryu. No problem. As for me, I'm trying to think about how to spend my first night in Hawaii. And again, might be a little insensitive to go out after all that. If that's the case, I can give it a day. Hey. Jeez. Shouldn't have added that. Hey. Okay. I guess I'll just save right here and then stop. Later. もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。お体、大事にしてください。ちょっと待った。一ついいか。お前、ハワイ来た途端、ちいちゃんなんか捕まえやがって。さっちゃんのことはもういいのか、この野郎。そんなんじゃねえって。ちいちゃん、下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、ちいちゃん。ったく、せっかくハワイ来てくれたのに、こんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃ、頼んだぜ、ナンバ。おう、それじゃあな。道島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね、一番。ね。けど、やってみせるさ。
それで何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わかったよ。現場百遍は捜査の基本だ。あのくらいの犬を見ると警察犬と捜査したことを思い出すぜ。警察犬か、かっこいいな。相棒として手なずけてたのか。いや相棒っていうよりもお犬様って感じだったな。能力を発揮してもらうためにめちゃくちゃ気を使ったぜ。お、まあそのおかげで犬の扱いはちょっと上手いんだけどな。マジか、ちょっと驚きだな。イメージと違うだろ。大変なんだよ警察犬の捜査って。いや足立さんが気を使って働く。俺言うもん。 You gotta try。 やんのかこの野郎。全力でかまつめ。この調子で話を戻すが、イメージと違うだろ。大変なんだよ警察犬の捜査って。いや足立さんが気を使って働いてたことに驚いてる。どういう意味だおねろ。仲良し。いい寿司屋のお茶ってなんか激アツな温度の多くないか。そりゃ口の中に残るネタの油を溶かして洗い流すためだな。そのおかげで次のネタも美味しく食えるってわけだ。はあ、なるほどな。暑さで油を溶かしてたのか。まあぶっちゃけ俺は猫舌なんだがな、この話を知ってからは暑さに耐えて根性で一気飲みしてるぜ。それ逆に舌やけどして味わからなくならねえか。確かに。よっしゃには将棋やるのもいいな。ガキの頃は近所じゃ一番うまかったんだぜ。へえ、そんじゃ今度手合わせ願うとするかな。いつでも受けて立つぜ。俺に指さばきで勝てるかな。えらい自信じゃねえか。ん、指さばき。おお、音を立てず人思いに駒を引くのがコツよ、将棋崩しの。これ将棋崩しの話だったのかよ。仲良し。Get out of my house。 やりましたか。
気持ち受け取ってくれねえか。これは気持ち伝わったぜ。いいコンディションだ。シェーブアイスうまそうだな。後で食おうっと。かき氷といや縁日とかでいつもブルーハワイ食ってたせいか、ハワイは青みたいなイメージを勝手に持ってたんだよ。ああ、俺もブルーハワイがハワイ代表だと思ってたわ。だろう？まあガキの短絡的な発想でしかなかったんだが、いざ実際にハワイに来てみて、この海や空を見たらよ、あながち間違ってなかったなって思うぜ。綺麗な青だ。そうかもな。今になって答え合わせってわけだ。そんなハワイを楽しむためにもいろんなとこ行って遊ぼうぜ。で金使いすぎて真っ青にならねえようにしねえとな。よっしゃ。喫茶店とかでパソコン開いて仕事する人多くなったよな。日本でも最近よく見るけど。まあ働く場所を選ばない時代ってことなんだろうな。俺は誰かに画面とか見られそうで落ち着かねえからやらねえが。お、セキュリティ意識ってやつか。立派な心がけじゃねえの。だろ？パスワードも全部変えて危機管理は万全よ。それちゃんと覚えられてんの？いや、最近物忘れがひどくてな。だから思いつく単語を片っ端から入れてなんとか突破してるぜ。そのセキュリティ綱渡りすぎるだろう。仲良し。ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。ああ、ただ妙に静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほら、あそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど、忘れられちゃった？いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。あの子に根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ。カズが変化があるってのはいい兆候だ。かもな。行こうぜ。And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the frozen fires. Bryce?島に戻るって言ってなかったか？まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、春日さん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割にボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォン・トーの話はやっぱり本当なのか？あんた
その子たちに何をするつもりだ。 They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. No evil can withstand a Hawk Warrior's spirit. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly.哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。それをあんたは追ってる。すましたつらして、それはそれは必死にだ。普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか。清められるべきは清められます。何が清められるべきか人々を導き教えを悟すのは、すべてこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんことを。ブライス！ヘレティクス、ビゴン！よし、ほら来いよ。はっ、
か消えて。よし、上昇上昇。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。いっぱいやりたい気分だぜ。
つけねえか。なんだこれは。あ、デイナ、カロン。カスガさん。なるほど。ブライスの指示で使いに出されていた。ええ。臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから、受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのはめったにないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこの有様か。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです。ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて、アカネさんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デイナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな。しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョーとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それは。ネレ島に行ったら一生をそこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて、ガンジョーやバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてましたか。警察官の制服でした。なんだと。ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない。警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体は
ブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私は、私たちや、ここの子供たちは、これからどうしたらいいんでしょう。それは、あなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だか、わからない。私は話を聞いてもなお、パレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら、私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられないものもいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか。待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか。選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですから、しばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前に、きっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか。どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。キリュウさん、キリュウさん。もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ。起こすのが気の毒になるくらい。そうか、悪かったな。あ、それとさっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが、逃げられたって。茜さんとらにはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。分かった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。ナンバさん。ああ、どうも。どうでした。ご本人も認識されていますが、症状がかなり進んでいます。正直、こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか。医師の立場としては今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でもせめて在宅で安静にして療養するか。はい。でもきっと。ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。
おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか。何かのきっかけでお考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながら、あの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる、そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。